新次元なんたら超能力大決戦について今更語ります。アベマの配信で見たからですね。ちなみに恐竜日記は未見ですけど、まあなんか察しますかね。ちなみにここ10年だと夢見ワールドが特に好きです。ということで超能力なんたらの再評価をやっていこうと思います。と言っても結論から言うとミノルくんがかわいそうすぎて、なんか大人帝国こすりすぎてんなと思って、まあそのオチにはなるんだけど、一応良いところとか褒めておこうと思ってて、まあ肝心の CG としての出来は悪くなかったんですよ。というかちゃんとギャグアニメとしての側面を見せてるところはそんな悪くなかったし、まあ最初のミサイとしんのすけの追いかけっこや、まあ、後半戦で暴走したミツルくんを止めるために、まあ、しんちゃんがカンタムロボを動かすシーンなんかは、まあ、普通に見どころありましたね。特にカンタムロボは CG の強みを活かせてて、ちゃんとしんちゃんが乗り込むところも含めてポイント高いです。というか、ドラクエユアストーリーとかも、実はオチ以外はそんなに CG の扱い自体は良かったですからね。まあ、変なところでケチがつきやすいんですよ。じゃあ、問題のところ行こうか。ミツルくんの話だね。この映画はミツルくんの扱いすべてにかかってるんですよ。と言っても弱者男性扱いされるミツルくんだけど、ザマーキャラじゃないんですよ。むしろちゃんと見ればわかるけど、しんちゃんたちがミツルくんを救う話なんですけど、あれこれ雑すぎてもうふざけんなってなってんですよ。やっぱヒロシの上から目線の頑張れは本当にふざけんなと思うし、まあ先ほどカンタムロボを褒めたんだけど、まあ、この作品の最終決戦はミツルくんの精神世界に行ってしんちゃんとミツルくんがイマジナリーいじめっ子と戦うんですよ。ちなみに彼らはいじめとは言うけど、実際暴行みたいなことを物語冒頭でもやってて、しかもリアル暴行犯に対する制裁が一切ないって、まあこれは結構言われてたと思うんだけど、単純に片落ちな上に胸クソが悪いというそういう話ですね。そして大人帝国こすりすぎ。だってイマジナリーいじめっ子相手にしんちゃんとみつるくんを助けるためにヒロシが投げ込んだアイテムが靴下なんですよ。こすりすぎだろ。僕は大人帝国は名作だと思うんだけど、まあ、その時代の子供たちを無視して自分たちのノスタルジーを押し付けてくる、まあ、ケンとチャコはまあ怖いヴィランだなと思ってるし、まあ、彼らは最後ちゃんとしんちゃんに救われて、まあ、ずるいぞのあれなんですけど、まあ、そこで本当に救いがあるっていう形でもあるんだけど、まあ、最近のクレシン映画、まあ、恐竜日記はまあ来年見る予定だけど、これさ、大人帝国をリアルタイムで見ていたかつての子供にしか見えてないんじゃないかなと思ってて、まあ大体大人帝国が2001年ぐらいだから、まあミツルくんが23年で30歳らしいから、まあ大体8歳ぐらいの頃に大人帝国があったんですよ。いや、グロいなこれ。結局大人帝国を見ていたその時代の子供しか見えてないっていう、いや、グロいな、ほんと。ちなみに、恐竜日記に関しては、エア視聴だから、まあ、他人の感想のパクリで悪いんだけど、あれ、ラブマシンって曲あるじゃないですか。あれ、1990年のシングルなんですよ。大人帝国の2年前の曲なんですよ。いや、お分かりいただけただろうか。大人帝国をリアルタイムで見てた世代、あの頃の子供しか見えてないって、グロいなと思います。反省しないケンとチャコみたいなもんってグロいな、ほんと。ちゃんとその世代の子供を見てあげてほしいなと思う。だって、ミツルくんの年齢にせよ、ラブマシンにせよ、大人帝国を見ていた世代の成長した現在にしか見えてないっていうのがグロいなと思う。ちゃんとその世代の子供を見てあげてほしいなと思うよ。で、大人帝国の話なんだけど、大人帝国ってあれ、21世紀初のしんちゃんだし、まあ、前作の嵐を呼ぶジャングルが、まあ、興行収入やばかったのを持ち直したぐらいだから、だからジャングルのやつは、アクション仮面っていう、まあ、キーパーソン、第一作のハイグレ魔王から、まだ違ったアプローチで見せてきたんですよ。ハイグレ魔王のアクション仮面が、異世界転移して、しんちゃん助けに来たヒーローだったら、まあ、ジャングルのアクション仮面は俳優なんだけど、まあ、どっちもちゃんとしんちゃんにとってはヒーローだったと。そういう王道を原敬一監督がやってきてくれてるからこそ、21世紀最初のしんちゃん映画としてイレギュラーを出したのが大人帝国なんですよ。大人帝国と戦国あっぱれは面白いけど、あれは本当にイレギュラーな作品だから、これはずっと思うんだけど、ハイグレ魔王やヘンダーランド、あるいは、
B 級グルメサバイバルあたりを原点として見直した方がいいと思うんだよ。うん、いや本当にさ、だって新次元の話って大人帝国の出来損ないっていうか、やりたいことはわかるけどそこに縛られてんじゃねえっていう感じだもん。本当にどうせコピー作るんだったらヘンダーランドあたりのコピーでも作った方がいいし、てかそのヘンダーランドのコピーを女子高生でやったのが水島努監督の週末トレインどこへ行くんですよね。うん、なんていうか子供だからやり直せるっていう側面はあると思うんですよ。週末トレインっていうアニメも、まあ、世界がめちゃくちゃになるんだけど、まあ、全部は直せないんだけど、でも女子高生だから何とでもやり直せるし、まあ、ゾンビや動物になっちゃった人々を、まあ、結構殺しかけちゃうんだけど、まあ、その人たちはギリギリ助かったという、まあ、そういうオチでもあったから、あれ。あとはクレシンで言うんだったら、それこそ、夢見ワールドのサキちゃんなんかまさにそうだよね。あれ、サキちゃんってさ、まあ、しんちゃんたちと同世代の幼稚園児なんだけど、まあ、ヴィランでもあるし、ゲストヒロインでもあるっていう、そういう立ち位置だったんだよね。でも、サキちゃんも結構、立ち位置的にはミツルくんと同じような感覚だったんだけど、まあ、サキちゃんは本当に救いがあったし、まあ、ネネちゃんとも喧嘩するけど、まあ、仲直りしたりとか、まあ、ちゃんとしんちゃんがヒーローやってたから、まあ、それこそアクション仮面やカンタムロボやブリブリザイモンみたいなヒーローでいいんだよ。サキちゃんだからなったんだよ。あるいは天かすの風間くんでもいいんだけど、ミツルくんじゃダメなんだよ。ミツルくんは20年前のしんちゃんのイフかもしれないけど、やっぱ世界観が違いすぎんなと思った。うん。まあ、そもそも夢見ワールドとか、まあ、週末トレインとかは、まあ、サキちゃんや、まあ、ヨーカーだけじゃなくて、まあ、サキちゃんパパやら、なんか責任逃れしてる悪いクソったれだとか、大人の責任もあったから、その二軸があったと思うんだけど、ミツルくんは結局、自分で責任を負わなきゃいけないはずだから、どうせ救うんだったら全部破壊工作はリセットしてやるべきだったと思うよ。あれ、大人帝国でケンとチャコが、まあ、しんちゃんにずるいぞされて、まあ、助かったっていう話をやりたいんだろうけど、やれないから。もうあれはやれないから。あと、おまたのおじさんもやれないから。ケンとチャコとおまたのおじさんをこすろうとして、ずっこけ続けてんじゃん。いいよ、もう大人帝国とあっぱれは。あの辺はあの辺で名作だからいいんだよ。それよりヘンダーランドや B 級グルメサバイバルや焼肉でもちゃんと新たな原点にするか、それかそれこそハイグレ魔王でもやるか、そこら辺大人帝国の再現をやろうとすればするほど炎上 YouTuber たちの餌になるだけだと思うよ。僕も含めてな。うん。結論としては、今のクレヨンしんちゃんスタッフは大人帝国に縛られるのはやめてほしいと思う。なんなら大人帝国を見てた頃の子供もいいです。まあ、要は30歳前後なんだけど、それよりも今の子供を見てあげてほしい。うん。まあ、新たに暗黒期に入っただけなのかもしんないけど、まあ、それこそ B 級グルメサバイバルみたいなのが出てきてほしいですね。